こんにちは、アイラです。今日はジーケンさんがいないんですけど、まあいなくてもね、アイラだけでも全然ね、いいでしょ、華やかでしょサンタスティック TV スタート。サンタスティック TV。 こんにちは。今回の紹介するのはこちら、迷彩切り替えシャツですね。僕が着ているこちらはこのライトブルーで、でこちらもう一色がライトグレー。こちら2色展開になってまして、まあ、特徴的なところというと、やっぱここのこちら上の切り返しが、ダックハンターカモになっているっていうのが特徴で、結構こういうパステルカラーと迷彩が合わさったこういうシャツも珍しいんではないかと思います。で、ここの切り返し部分のラインもまっすぐではなくて、ちょっとウエスタンシャツに似たようなディティールの、ちょっとこういった R のかかった切り返しになってまして、ちょっとここら辺も面白いディティールとなってます。で、一応こっちバックはまっすぐの切り返しになってますね。はい、こういった1枚です、こちら。で、ポケットのこちら左ポケットの下に、ブランドのアイコンのバッドサルの刺繍が入ってます。はい、私がつけてるチェーンヘンローン、このチェーンですね、騎兵ネックレスです。で、ゴールドで太さが太いのと細いのがあります。皆さんはどっち好み？いやいや、下ネタの方じゃないよ。みんなこういうちょっとブリンブリンしたのって女の子とかちょっと抵抗あると思うんですけど、まあ太いのは確かに抵抗あるんですけど、細いのは女の子でもちょっとさらっとつけられるので、ちょっとなんだろう、ストリートのファッションとかカジュアルのファッションにワンポイントアクセントとしてみてはいかがでしょうか。はい、映画東京ドライブを記念してこちらのフーディーが今週末発売されます。ターゲットサルフーディーになります。まあ、こちらの、ロゴに関しては今ですね、 T シャツのも展開はしてますけれども、今回今最近寒くなってきてるっていうこともありましてですね、パーカーも、ついに登場いたします。カラーは、グレー、僕が着てるグレーですねとブラック、こちら2色展開になってて、左袖の方にはしっかりこの東京トライブのロゴが記されています。黒に関しては白で、展開しており、グレーに関してはブラックで展開してます。ですので、普通のサルパーカーと、ほぼほぼ同じではありますけれども、やっぱり東京トライブ公開記念ということで、スペシャルエディションという風になっております。また、結構こちらの、ロゴがですね、大変人気になってまして、まあ、T シャツも即完売と。今はですね、再入荷をしてちょっとだけまだ在庫はあるんですけれども、こちらもなくなるのも時間の問題かと思いますので、
T シャツ、パーカー、どちらを選んでもいいかなと思います。またですね、ちょっと今回のこちらのパーカーに関しては、サイズ感が若干、いつものパーカーとはちょっと違いまして、着丈が短めで、身幅がちょっと広めで、袖丈もちょっと長いかなっていうような感じになってます。ですので、まあ、店頭に来られた際はですね、ぜひご試着の上ご購入いただければと思いますし、ウェブだとですね、サイズピッチも、ページのところにありますので、そちらの方をご確認いただければと思います。続いてこちらも、登場です。東京トライブフーディーになります。こちらは、どでかく東京トライブと書いてまして、左袖とかには何も、ないんですけれども、すごいシンプルなフーディーながら、フロントは東京トライブ、かなりどでかくロゴをプリントしてあります。こちらもですね、グレーとブラック、ブラックの2色展開になります。こちらもですね、今紹介した、ターゲットサルフーディと、サイズが同じになってます。2型ぜひですねお選びいただいて、まあ、2つとも買うっていうのもありですかね。かなり東京トライブ映画も、盛り上がっておりますので、こちらを着てですね、寒くなったら、こちら着用して映画館に行ってみてください。サンタスティック TV チャンネル登録してね。スマホの方は下のコメント欄から登録できますので登録お願いします。でいいねもよろしくお願いします。イエーイ。このお前も実物見たらきっと言うだろう。後ろから前からどうぞ、後ろから前からどうぞ。ワンツーワンツーで少女マック貫通、少女マック出血確実だって。今夜はお前をメロメロだって。お前は俺の今イメロ、ちょめ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 山城信号、ベッドの中ではやらしい隠語、ニキ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 の歌詞、ニキニキニキって中に出し、なめろチンコの裏側、お仏壇の長谷川、どこ系家系どちら系、濃厚豚骨ぶっかけ汁、ライクカナダからの手紙。